さあ、前回の続きやってきますか。いやー、今日は久々に仕事したな、俺ら。あれ、ひとまず事務所に戻るか。あ、裁判の続きじゃないんだ。そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。あの、裁判どうなったのか、めっちゃ気になるけど、ね、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。あ、そうね。ああ、なんだそりゃ、マジかよ。そういう話してたもんだよ、あのクソゲー。あ、クリアできるかっての。カムロ町の一般市民さん、クリゲーすぎだよな。え、クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。おい、絶対絡まれるじゃん。ウサバラシに適当なやつ見つけてやっちまう。いや、やばすぎるだろ、倫理観。いや、こっち見てる、こっち見てる。ジョー、ターボの方見てる。やれやれ、相変わらず物騒な街だね。いや、物騒すぎるわ。下手に目立つと、ああいう厄介な輩が難癖つけて絡んできそうだな。怖すぎるだろ、カムロ町。あ、出た。いや、不良に絡まれることをエンカウントバトルって言うなよ。今更だけど。え、じゃあエンカウントしちゃう、ちょっと。あ、あいつら向こう行ってるわ。絡んでこないの。おいおい、ちょっと待てよ。適当なやつならここにいるぜ。かかってこいよ、てめえ。町のチンピラ、おら。何も言わねえの。無言でバトルが始まった。あ、ちょっと待って。ほっ、こっ、よし、出た。キムタクルクルだ、おら。いやー、やっぱターボーと言ったらこの技だよね、キムタクルクル。本作も健在なんだ。よかったよかった。よっしゃ、行こう。ちょ、危ねえ、ターボー。ちょ、画面見てなかった。画面見てないうちに引かれてた。ちょ、カイトさん、カイトさん、登っちゃダメだよ、ちょっと。それ、ちょ、危ねえな、それ。ちょ、普通に引こうとしてくんじゃん、車が。ちょ、カイトさん、そこ登っちゃダメだよ、ちょっと。見晴らしいか知んないけど。あ、その、降りて、カイトさん。もう何してんだ、お前ら。バタバタしてんだけど。あ、あ、いや、なんだよ。いや、来るな。いや、逃げんなって。お前らも来てねえだろ。ちょ、なんなん、こいつら。いや、車越しにファイティングポーズを取る。何、こいつら。いや、何。いや、なんなんだよ。いや、来いよ、早く。いや、来いよ、なんなん。どういう状況なんだよ、これ。ちょ、カイトさん。あれ、カイトさん、どこ行った。おー、ビュート。ちょ、カイトさん、近いって。びっくりしたー。いきなりカイトさんの顔面ドアップになった。あ、やべ。逃げる逃げる逃げる。いや、マジ何もしてないのに絡んでくんだよなこいつら。あ、コンビニある、コンビニ。コンビニ逃げ込もう。子供110番の店、すいません、暴漢に襲われています。おい、来んのか、やっぱり。やる気か、こんな場所に。行って、てめえ、おら、店内キムタクルクル。どうだ、てめえ。お、まだ来るか、この野郎。迷惑行為はやめろ。おら、お、なんだその攻撃は、ターボ。フライングキムタックル決まったな。よし、大丈夫ですか、店員さん。暴漢はもう追い払いましたよ。もう出て行ってください。やっぱやっぱこうなんのか。いや、俺ら被害者なんだけどな。ねえ、カイトさん、俺ら突然絡まれてね、子供110番だからっつって入って。見てください、このカイトさんの顔。何も考えてなさそう。さっき食べたバナナ美味しかったなーって考えてそう。カイトさん、ゴリラ扱いするの。失礼しました、ね。ちょ、またかよ。ちょ、助けてください。暴漢に襲われています。コンビニで喧嘩してもいいんじゃない、でもいいんじゃない、一車両半端なさそう。時間食っちゃったよ。出発するか。出発するかじゃないよ、カイトさん。出発していいのかな、これ。すいませんね、だいぶ店内スッキリしちゃってね。まあでもいいんじゃないですか、12月ね、年末だし、大掃除の手間が省けていいんじゃないですかね。失礼しました、バイト頑張ってください、応援してます。ガジェットってある。あ、ドローンだ。あ、ドローン。ああ、もう最初から使えんだ、ドローン。え、やったー。序盤からドローン使えんじゃん。え、これって前みたいにさ、写真撮影とかできる感じ。ニュ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 、カイトー。カイトさん、笑って笑って。
あー取れるね。じゃガチ恋距離だね、カイトさん。あ、何してんの。じゃピストンしないで。ピストンカイトやめて。あ、やっぱ写真撮れんだね、これ。おい、めっちゃ遊べんじゃん、これ、ドローンで。こことか入れんのかな。お、入れるね。すごい、めちゃくちゃ動けるじゃん、ドローンで。すいません。すいません。ホットコーヒー2つ、お願いします。あ、これ、勝手に持って帰っちゃっていいですか。あ、お金。お金と ID とか対応してないですかね、このドローン。あ、もう勝手に作りますわ。このエスプレッソマシンちょっと勝手に使わせてもらいますわ。ダメっすか。ドローン非対応っすか、この店。そうっすか。いや、ちょっとカイトさんがね、ドーナツとホットコーヒー食べたいって言うから買ってこようと思ったんだけど。いや、すげえな、マジで。めちゃくちゃ動けんな、ドローンで。おー、着いたぞ。ヤガミ探偵、お、ムービー始まった。ヤガミ探偵事務所。ここがヤガミ探偵事務所。所長は俺で、助手は元ヤクザの海藤さんが一人。帰ってきたね、久しぶりに。この不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど、うん、主にはさっきの源田先生からの仕事で。あ、そうね、食いつないでるって感じだ。前作もそういう感じだったよな。お、意外にハイテクも駆使する。ドローンゴリラ。まあでも、うちの基本はだいたい体を張って、たまに頭も使うスタイルだ。ちょ、かわいいかよ、海藤さん。めっちゃドローンお気に入りじゃん。じゃ次から海藤さんやらせてあげたら。おー、来たね、ターボの事務所。あんま変わってないな、インテリアね、前作のままだな。あ、あれ、なんかテレビゲームできてる。あれ、前ここピンボールあったよね。マスターシステム、何それ。お、なんか遊べるやつだ。わ、何これ、レトロゲーム。あ、セガのレトロゲー遊べんだ。へえ。いや、でもちょっといいわ、もう。今はいいわ。ドローンで散々遊んだし。へえ、こういうのもできんだ。てか相変わらず切ったねやな、ここ。いや、なんか観葉植物とか置いておしゃれにしてるけどさ、このキッチンで台無しだからの全部。まずは一服しようや。あ、はい。杉浦にも電話するんだったろ。あ、そうや、そういう話だったね。じゃあ杉浦君に電話しよっか。ああ、そうだった。まさかあいつが同業者になるなんてな。探偵やってるらしいな。俺らの背中に憧れたんだろうよ。いや、そうか。もともと有能だったからな、杉浦君。何やっても成功しそうだよな。もう用事は済んだの、八神さん。杉浦君、さっきは悪かったよ。今は大丈夫。うん、なんか仕事があるとか言ってた。なんかお願いしたいことあるっつったね。八神さん、横浜はいいよ。お、結構探偵の出番が多くてさ。そう、横浜で探偵やってるっつったな。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。それでターボも横浜行くのか、うん、なんかやばい話じゃないだろうな。ヤガミさんにそんな話しないって。ああ、あれ、まあでももしかして僕信用。前作だと、そんなことない、若干うさんくさいイケメンなら。よかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。今教えてくんないんだ。わかった。仕事はいつから。うん、明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。早いな。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。へえ。でもヤガミさん予定空いてる。あ、多分予定ね。ちょっと調べてみる。明日は休みだじゃない。何もねえだろ。今日のだって久々の依頼だったんだからよ。あ、そうなんだ。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。いや、しょうもねえ。なるほど。駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃカッコつかねえか。いや、なんだよその謎のプライド。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。いや、何もしてねえ。お忙しいところすみませんね。これじゃあ明日カイトさんも来るでしょ。絶対杉浦君分かってそうだけどな、忙しくなって。楽しみにしてるよ。よろしく。はーい。なるほどね、こういう感じで横浜行くんだ。行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎、もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよね。俺も横浜行ったことない。俺もだ。まあ偉人町はあるけどね、ま、最近の神室町は案外平和だし。いや、どこがだよ。たまには見聞を広めよっか。いや、今日も散々絡まれたわ。カムロ町の平和のハードル低すぎるだろ。お、
あ、これはチャプター1、群れの裏切り者。あー、ここまでがプロローグだったってわけね。なるほど、いよいよ本編が始まるってことか。いや、あの遺体が見つかったのが横浜だったじゃん。多分それでこっから何か起こるんだろうな、横浜で。あ、石崎ロード来たね、偉人町。いや、まあ五徳セブンで散々ね走り回りましたけど、この街は。五徳セブンのキャラ出てくんのかな。なんか名前、横浜99、名前だけでも出てきたら嬉しいな。あ、中華街の方じゃねえんだな。あ、そっちじゃないんだ。ついでにうまいもんでも食えると思ったのよ。 いつでも行けるから帰って。そっちもこれから好きなだけ行けるって、うん、今日の夜食おうよ、中華。スクモンとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行く。カイトさんスマホ使えるんだ。それもいいけどちょっと歩いてみよっか、ね、初めての街だし。おお、歩こっか。悪くねえ考えだな。いいね。てか2人とも他の服ないの今さらだけど。毎日その服着てんな。カイトさんのシャツ半端ない異臭放ってそうだ。来たぜ偉人町。どうなんだろう、結構立地というか変わってたりすんのかな。どうしよっかな。まあとりあえず普通に向かってみるか。じゃあ、おお、伊勢崎ロード。あれ、セブンの時こんなでっかい看板あったっけ。なんかあったような、なかったような感じだな。この辺はあんまり変わってなさそうだな。でもプラージュ、こんな店あった。この店前なかったよな。お邪魔しますひろ。これ言っとかないとね。ここ初めて来たかも。へえ、新しくできたこの店。カイトさんおしゃれだねこの店。ちょ、なんか頼むよ、ついでに。シェカラート、シェーカーを使用して入れたアイスコーヒー、泡の優しい口当たりがマイルドな風味。こんなんあるんだ、すげえ、初めて見た。じゃあシェカラート頼もう。ターボ、カイトさんの分も頼んだ。いただきます。いや、頼んでないね、一人分だねこれ。いや、カイトさんにもシェカラート頼んであげてよ。ありがとうございました。カイトさん餌付けシステム欲しいよ。カイトさんにいろいろ食べさせてあげたもん。じゃあ行こっか、カイトさん。あれ、なんか集まってなかった人が。ムービー始まった。よ、ちょっと待て、ターボ。どうした？ん？何、カイトさん。あれ見てみろ。バナナあった？お、なんだ？勝手に何撮影してんだ？やめなさい。なんだよ。うわあ。別にいいじゃん。立ち悪い高校生だ。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかくよせ。だからなんだよ。理由は？俺らの自由っしょ。おい、クソガキだ。いや、ちょ、何してんの？おい。理由がわからん。お前が今倒したよな。いや、風だって。いや、思いっきり蹴っただろ。風で倒れたんだよ。なあ。え、何？理由がわかんねえ。今、ビューって吹いたよ。なんでこんなことしてんの？だから取るなって。最近のガキはやり口が可愛げねえ。これは悪いな。観光気分も台無しだ。タボ、じゃ考えてること一緒か。マジで確かめてみる。じゃあキムタクルクルお見舞いしちゃうの。いや、また言いがかりっすか。あんたおかしいって。おっさん、いや、お前だろ。出ましたね、お前、お前ら。そっちこそ何様なんすか。いや、マジタチ悪いなこいつら。タムロされちゃ邪魔だって。そう言っただけだろ。他の客さん、なるほど、注意して。それでこんなことされてんだ。おい、タボ来たぞ。そのスマホ新しいやつ。ちょっといい。ちょ、変なおじさん来た。カメラ綺麗に撮れるんだね。あ、カイトさん、親に買ってもらった。おお、ちょっとマジか。蹴った。今あいつ高きよ。手出した。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない。おタボ、おい、カイトさん、めちゃくちゃするな。スマホね、返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。ターボ、かっけえ。いや、カイトさんが殴ったのはちょっとあれだと思うけど。足舐めやがって。いや、まあでもな、こういうクソガキはな。避けてんじゃねえぞ。おい、やる気か。マジか、キムタクルクルお見舞いしちゃうの。不良学生、まあ確かにこういうやつら体で分からせねえとな。ターボ、お、なにこれ、竜。あ、新しいスタイル技の。よし、試してみるか。おお、いや、普通に殴るんかい
めっちゃ殴って、おおすげえ、あかけ合気道みたいな感じ、へー、え、ちょっと待って、あ、なんかうずくなってる、お、EX、 おう、おお、あ、寸止め、あ、なるほどね、当てないんだ、いや、思いっきり殴ってたように見えたけど、はいはいはい、まあ一応な、こいつら学生だからな、おお、当てない、ターボかっけおい松井、どうした立てよ、お前にはキムタクルクル決めてやっからよ、行くぜ、おら、あら、キムタクルクルじゃなくなってる、あ、ちょっと優しい投げになってる、あ、カイトさん何してんの、ちょっとこっちはこっちや、なんかまた行って、ちょ、てめえ松井許さねえ、教育的暴力、おらちょっとここは本気で殴んのかい、ターボあんなに手加減してやってたのに、他のやつらをよくそれで済んだな、お前、うわ、いってーで、おい、これに懲りたらどうしようもない、いつもしようもない言葉かわりで盛り上がるのはやめとくんだな、お前さっきの技はなんだよなあ、ターボこっそり腕磨いてやがってね、合気道か、あの技ね、そんないいもんじゃないよ、ただの我流、我流で身につけたのけど、ガキ相手にはちょうどいい、いやいや、かなり本気で言ってたけどな、これ、あいつらの落とし物です、好きに処分しちゃっていいと思いますよ、あ、スマホ、ありがとうございました、本当に助かりました、いや、てかマジ何なのあいつら、あんな立ち悪い奴らいる今時、さっきのは清涼って高校の学生たちですよ、清涼高校、一応進学校なんだけど程度が低いっていうか子供なんですよ、だいぶクソガキだったな、世の中舐めてますって顔してたな、カムロ町であんな真似してたらすぐに締められる、あ、確かにチンピラ多い、少し裏に入れば怖いのがいますよ、お、出た、ヤクザとかハンピンリューマンってギャング、ハンピンリューマン出た、そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません、やっぱいるんだな、まだ相手を選んで生きがってるわけですか、なるほどね、自分たちより弱そうな相手にね、はあ、これで少しは薬になったか、どうでしょう、でも私は嬉しかったですよ、割と日常茶飯事なんだな、他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った、この辺の人じゃないんですか、カムロ町から来たんですよ、まあね、こっちでちょいと一仕事する予定だ、うん、横浜99課って探偵事務所、あんた知ってるか、有名なのか、いや、あ、すみません、聞いたことないですね、やっぱりそんな有名じゃないの、いいんです、じゃ俺らはそろそろ、おい、そうですか、あ、よかったらこれ受け取ってください、え、何、ほんの気持ちです、お、なんかくれた、リストはいらねえ、なんでこのタイミングで渡すもんか、リストバンドマジでいらねえわせめて無料のコーヒー券とかにしてくれよな、喫茶店なんだし、リストバンドもらっちゃったよ、知らないおじさん、はい、チーズ、いや、店長さん、この写真あのお店の前に貼っときなさいよ、ねえ、多分これ貼ってたらあいつらもう来ないんじゃないこの顔覚えただろうしな、あいつら、あ、これもいいかもねこれ、あ、これいいわ、これこれこっちの方が効果ありそう、店長さんどう、これカイト魔除けシールね、今なら2万円ぽっきりこれお店の前に貼っとくだけで、なんとさっきの不良学生たちをね追い払いますよ、いらないですか、この辺、あ、あったあったあった、横浜99か、八神探偵事務所と横浜99看板のデザイン丸パクリじゃん、あれが杉浦たちのヤサだな、ヤサって、へー、案外しっかりしてるな、看板のデザインには突っ込まないの、へー、ここか、入ってみるじゃん、あ、ちょっと待って、入る前にドローンで偵察してみるか、中を、2階って書いてあったな、横浜99、あ、いるいるいるじゃあ杉浦くんいるんだけど、あそこ見える見える見える、杉浦くん、杉浦くん、もう完全にこっち見てるじゃん完全にこのドローンに気づいてるじゃん、杉浦くん、じゃあ杉浦くん今から行くよ、写真撮っとこう、よっしゃ、じゃあ行ってみるか、完全に中にいたな杉浦くん窓から見えちゃった、スタンバってるんだ、よし、横浜99か、着いた、ジーン、え、めっちゃオシャレなんだけど外観、ちょよ、めっちゃいい部屋じゃん、おー、いやー、どうもご無沙汰でした、矢上氏、くもし
出たつくも。こいつね、前作だとかなりモブキャラだったけど、あ、もうレギュラーキャラになったか。いらっしゃい、お二人さん元気だった。杉浦くん、この野郎、連絡もよこさないで、いつの間に。相変わらずイケメンだな。え、あ、いや、なになになにおい、はしゃぐな、はしゃぐな、いきなり。ちょ、何してんの、何してんの。謎のノリやめろ。おお、すごいけど、すごいけど。シャラクシー、変なノリやめろよ。さすが元泥棒、前より腕上げた。あ、ね、泥棒じゃなくて窃盗団ね。パルクール得意だったの。やだな、僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。もう窃盗団やってないんだよな。強気をくじいて弱気を助ける、義賊的なやつだよ。探偵だもんな、ね、今。それもずっと前に足洗ったわけだけど。でもね、しかも杉浦くん、なんかリップの色濃すぎない。ちょっと色濃すぎない。いい事務所だな、少しうちに似てる。いや似てるか。それはまあ、僕らが目指すは八神探偵事務所だから。いや、だいぶ立派だけどな、憧れの先輩ですよ。あ、やっぱそうなんだ。どうぞおかけになってくだされ。憧れて探偵始めたんだ。ブリーフィングは。なんだブリーフィングって。カイトさんが履いてるやつだよ。ってこと、まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。アジェンダ、なんか横文字使うな。議題のことね。通訳されてるし。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。あ、なるほど。優しい目で付き合ってあげて。いいと思う。つくもが所長なんだ。最初は何でも真似から始めるもんだ。先輩風を吹かしている。我が社で増えている依頼というのは、いじめについての調査報告です。いじめ？いじめか。あ、もしかして、うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか。さっきの高校か。加害者を特定してほしいといったものですな。絶対かかってそうだよな、あいつ。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし。はあ。それで学校にも責任問えるでしょ。いじめの証拠集めね。子供っていくつぐらいの。一番多いのは中学生です。中学生。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。え、何それ。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。へえ。それでいじめが起きやすくなります。確かに中学はな、多いよな。思春期ってやつか。そういうことなのかな。ただ今のは男子限定の話なんだろ。女子にだっていじめはあるよな。うんうん。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。なんか科学的ないじめの話になってる。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので、オキシトシン、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。てかめっちゃ詳しいな、つくもし。それだけ聞くと善玉みたいだけど。うん、そうですね。太古の昔、オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。うん、なんかずっといじめについての説明をされて。特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。説明のためのイラストがある。その支え合いを促したのです。なんか仲間意識ってやつね。そして、そうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず、厳しい自然を生き残れなかったでしょう。なるほど。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者と見なすようになりました。あ、群れの裏切り者ってそういうことか。働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの。彼らを放っておいては、うんうん、やがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。防衛本能ってことね。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど、はいはい、結果的に淘汰されずに済んだでしょう。なるほど。つまりそれが私たちの祖先です。それがいじめの根源ってこと。その時の名残ってこと。本能に組み込まれてる的な。まあでも確かにありそう。全部ホルモンのせいかよ。仲間意識ね。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。空気の読めないものを KY、ね、反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか。いや、まあどこでもあるよな、そういうの。歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。 SNS とかでもね、世界中で古今東西を問わず。なるほど、そういう話なの今回。いじめ、この辺全部いじめ関連の資料。ああ、ほんとだ、めっちゃ勉強してる。だいぶ勉強したみたいだな。つくも氏が勉強したと。主につくもくんがね。僕は体張る担当のもんで。なるほど、だから詳しいんだな。この量を片っ端から読んでるってことは、それだけいじめ絡みの依頼が多いのか。
清涼高校のいじめなのかな、やっぱ主に。ではついでながらもう一つ面白い話があります。お、人は裏切り者を見つけるとそれを制裁したいという欲求に駆られます。なるほど。なぜならそうした制裁を下すと脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。へえ。つまり正義をなすとき人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。快感まで行くんだ。いや本当今さ、まあ、その正義が歪んだものだったら大変だね。それよターボ、暴走して歯止めが効かなくなる。ネットでの過剰な叩きとかあるじゃん。まさにその通りなのです、八神氏、ね、ちょっと問題になってるじゃん、ね、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよ。その辺の話なんだね。ええ、依頼人はとある私立校の理事長。絶対清涼高校じゃない。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。やっぱり。ただしなるべく波風を立てないように。いじめを調べるのね。その学校の規模は1学年にクラスが6つ。え、3学年で18クラスですな。多くね、クラス6つ。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。結構マンモス校だな。夜その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定。あ、理事長で、その時は2人にもいてもらいたいんだけど、いいよね。なるほど。段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。めっちゃ先輩風吹かすな。海藤さんのターボ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから。お、よかったじゃん海藤さん。教員楼って店に現地集合でお願い。教員楼ね。お気遣いどう。ちょ、海藤さん中華食えるじゃん、よかったね。まあそのビジネスの場ではあるけど。はあ、いじめ問題ね。なるほど。え、でこのいじめ問題があの冒頭の殺人に繋がってんのかな。なんかでも多分繋がるんだろうなこれ。あ、夜になってる。あ、もう行くのか。いや、なんか海藤さんずっとついてくるな今回。いいな。あ、石ころ拾っちゃった。海藤さんいる？中華街こっちだったよ。海藤さんついておいで。あーちょっとターボーで、海藤さんはなんで動じないんだよ。思いっきり引かれたぞ今。おいおいお前、いや、とりあえず降りてこいよなあ。交通事故が普通に見過ごされる世界。じゃ、カイトさんちゃんと渡れるかなこれ。カイトさん引かれないようにね。危ない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 。カイトさん、よし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 、カイトさんおいで。じゃあそこ、カイトさん引かれちゃうよそこ立ち止まってたら。カイトさんおいでって。カイトさん、カイトさん、あ、喫煙所あるじゃん。ターボ吸ってくか、一服していこう。さっきタバコ買ったしな。ターボーはずっと喫煙者なんだよな、前作から続いて。まあまあマナーを守ってね。カイトーさんどこ行った。あれあれ、カイトーさん外で待ってる。カイトーさん、あ。あの部分だけでカイトーさんってわかるな。ちょ、待っててねカイトーさん。あ、終わった終わった終わった。よし、行くか。カイトさん外で待ってるわ。ごめんね、カイトさんは喫煙者じゃないんだっけ。ねえねえ、カイトさんのおでこ。カイトさん喫煙者じゃなかったが、だから外で待ってるのかな。ごめんね、カイトさん、お待たせ。駆け寄ってきた。かわいいわカイトさん。はい、チーズ、オッケー。いや、ちょっとカイトさん、なんでちょっと悲しそうな顔してんの。笑ってよもっと。いや、ちょ、この状況でこの顔おかしくない。カイトさん中華街だよ。カイトさん来たがってたとこだよ。全然楽しそうじゃないじゃん。マジ感情死んでるじゃんカイトさん。なんなのこの人。行こう行こう。もうなんか絡まれてる音するけど、もうムシムシムシ。行こうぜ早く、カイトさんに中華を食わしてやりたい。あー、似てると思ったけどあんま似てない。まあでもなんか回答参加はあるねこれね。オッケー、じゃあ行くか。待たせてるからな多分つくもしたちを。来た。え、めっちゃいい店じゃない。さあさあ、え、すげえ。先日お話しした八神氏と回答さんです。こんな店で打ち合わせすんの。神室町の名探偵ですぞ。はじめまして。雲さんからお噂は金がね。理事長、私は奥田と申します。奥田さん、私立清涼高校の
理事長をしております。あ、やっぱ星稜高校じゃん。私立星稜高校理事長奥田雄三、いじめ問題ですか。星稜高校ってさっき店員煽ってたガキどもの。いや、そうだよ、カイトさん、よく覚えてたね。そうだね。うん、何か。いや、もう知ってんすよ。今日街でお宅の生徒さんたちを見かけました。そうそう、店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。 7,8 人で取り囲みながら。ああいうのよくやってるってことなの。八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。いや、まあ分からせてやったよな。まとめて鉄拳指導してやったぜ、うん、ターボは看板指導してやった。いや、ではその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。そうなんだ、まあ事件になるし。そう言うなよ理事長。ね、カイトさん、払わってオープンに行こうや。いや、一応あのクライアントだから。カイトさんはもうちょいビジネスライクにしようか。もう服装がもうダメだ。理事長、明日から早速調査に入りますが、あ、明日から改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか。マジですぐだな。ええ、もちろんです。依頼内容ね。うん、それを聞こう。星稜高校のいじめ問題についてか。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。はあ、果たして十分に防止できているのか。なるほど。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、あ、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。いじめがあるかどうかも分かってないんだ。まだつまり肝心なのは事前の予防です。あくまで予防ね。それで探偵に依頼を。ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。ほう。ホームページを見たらすでにいじめの調査なども実績としてあった。なるほど。これは運命かなと。それで依頼したんだ。めっちゃ食うじゃん、海藤さん。うちが今までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけ。ああね。で、僕らはその証拠を揃えてきた。いじめられてからの依頼だったみたいだもんな。今回みたいにあるかどうかもわからないいじめを探すっていうのは初めてでさ。ゆえにここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。いじめの防止か。なんか作戦があんだな。うん、それってどうやん、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。あ、なるほど。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。隠し撮りってことか。期間限定で2週間ほど撮影することにしました。え、それ大丈夫なの、プライバシーとか。いじめを隠し撮りってことか。まあ、理事長が OK っていうのはいいのか。ただ、もしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。やっぱ大問題なんだよ。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけ。半分犯罪ってことじゃん。よく言うよ。だからターボーたちか。主衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らない。マジか。ですよね。え、でもいじめがそれで発覚したとして、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。発覚したとしてどうすんだよ理事長。それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。その動画使って告発するの。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。いやー、責任重大だな。どんどんハードル上げられていくね、ターボ。いや、こんな依頼初めてじゃない、ターボ。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。聞きたいことか。いいね、ベテランの仕事ぶり。いや、杉浦君、早速勉強させてもらわなきゃ。なんか毎回ちょっと煽ってるように聞こえるのは。まあでもそれじゃ俺の気のせいか。あ、え、じゃあわざわざ探偵を雇う理由。理事長がわざわざ探偵を雇う理由、聞かせてもらえません。まあプロの仕事ってことだろう。それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。そういう予兆があるってことなのか。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。うん、ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。信用しきれない。理事長は現場の教師を信用してない。何かそうなった理由でもあるのか。教師を信用してないんだこの人。あ、なんか選択肢増えた。他にもなんかこれ気になるな、ちょっと聞いてみるか。北京ダック、理事長も好きですかね、北京ダック。急に北京ダックの話始めた。ええ、まあ、あ、好きなんだ。よかった、俺も好きなんです。あ、ターボも好きなんだ。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね。控えめに言って最高です。いや、俺もなんだかんだ食ったことない。やがみしい。
遠慮は体に毒ですぞ。頼んでいいの？追加でオーダーしておくので。やった、仕事の話に集中してくだされ。つくもし優しいな。はい、恥かかせんなよ。タボ、いや、金ピカシャツゴリラに言われたくねえよ。ごめんね、カイトさん。と和んだところで次は何を話そうか。どうしようかな。まあ、やっぱこれ気になるかな。先生方を信用できない。聞いてみるか。奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。言ってた。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。見落とし、もう少し含みのある感じに聞こえました。なんか過去になんかあった。そうでしたね。確かに。何かあるんですか。うん、なんと言いますか。そんな言いにくいことなの。実はもう4年前になりますが、うちの高校で生徒が一人自殺をしています。へえ。自宅で首を吊って。自殺。それはいじめが原因で。いえ、第三者委員会を設置して調査をしました。いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。証拠は出なかったってことか。自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。あれ、学校でいじめがあったんじゃないのかと。この自殺した子ってそういう書き込みがあって。うん。とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。なるほど、学校側の責任はなかったのね。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか。うん、なかったと信じたいです。ただ正直そう生きるには私と現場の距離は遠かったように思います。なるほどね。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。いやいや、めちゃくちゃ問題あったけどな。みんなまだ幼いものですよ。問題あるやついたけどな。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。教育実習それ生徒にいびられたってことか。へえ。もしかしたらそうだったかもしれませんが、いまだに彼のことは分からずじまいです。なるほど。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。いや、ちょ、いろいろ問題あるな。ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。あ、捜索ね。失踪したってこと。4年前に生徒が自殺、最近は教育実習生が失踪。結構いろいろあるわ。いや、ちょっと闇深そうだな、これ。とにかくそういうわけで皆さんにはどうか見えにくい学校の陰へ光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。いや、まあちょっと後で言うわ。お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。うん、結構事情は分かったな。ね、分からないところもあるけど。実際に現場を見てみませんと、その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。隠しカメラね。よし、学校に。じゃあもう食っていいな。いや、めっちゃ食ってた。今まで遠慮してたみたいに言ってんの。気にせず食べてたくせに。めっちゃ食うなって思ってたわ、カイト。そいつはどうだろうね。いや、なんだそれ。兄さん、スイカだ。うわぁ、かっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。でも完全にやからじゃねえか。そんなに安い店じゃないよな。いや、だよね、絶対高いよ。ご安心くだされ、やがみし。今夜は二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。つくもし、そんな儲かってんの。あ、じゃあ俺も追加で。もう完全に探偵としてはつくもしたちの方が成功してるじゃん。いや、このいじめ問題、その自殺した子って多分あの痴漢のおっさんと関係あるんじゃないって思ったんだけど俺。